一こんばんは。こんばんは。はい、本日はこちら第一アリアンスで、あの定番の第一アリアンスの北澤さんにお越しいただいてるんですけれども、いや、僕が来たんですね。そうですね、はい、来てもらって。本日が、ね、こちらがですね、まあ、バーッとちょっと賑やかな感じなんですけれども、第一アリアンスの、まあ、うどん会で、北澤さんにとってブラジルで最後のうどん会になります。そうなんです。で、今日は日本語学校の、はい、ということで、まあ、日本学校に、日本学校のうどん会なので、生徒の、はい、日本学校の生徒が一生懸命も朝から働いていて、で、はい、まあ、会場準備したり、天ぷら作ったり、はい、あと、今働いてるんですけど、今動き回ってますね、いろいろ。そうですね、まあ、アリアンスの皆さん一体となってってことですね。そうです。うどんっていうよりもちょっと日本で言ったらラーメンに近いかもしれないけど、本当に卵も入っててちょっと黄色いうどんなんですけど、本当にすごくそうですね、美味しいうどんだなっていう感じになります。はい、まあ、これまでもあの何度かうどん会の様子で、こちらの第一アリアンスのうどん会の様子も昨年の4月ですかね、一度取材してますんで、そういったまあ日系社会の本当に定番行事なんです、定番行事なので、このうどん会っていうのは、ぜひまあその様子のリンクとかも貼ってますんで見ていただけたらなと思います。あの美味しいうどんの様子とかもありますね。でちょっと最後あのパラッと会場一周しながらですね、はい、北澤さんの思い出っていうか最後で、まずちょっとまあこういう食べ物を売ってますよと、ここまあ、はい、これも本当に婦人会の人がかりんとまんじゅう、はい、あとそれは、ココナッツを揚げた白いココナッツを揚げたコカード、はい、コカード、はい、湯葉で作ってます。そうなんですね。美味しいです。で、まあ、こちらいろいろかき氷があったりと、ここはまあ湯葉農場なので、はい、今スバル君がかき氷作ってくれてるってことでこんな感じで飲んで、はい、で、まあ、こんな感じで人がいっぱいいるんです。そうですね。あちらも先生方も、あ、もう、あら、飲んで飲んでますね、しっかり。すいません、あ、出ました。事務所通してください、事務所通してくださいこのような感じで皆様楽しまれてる感じで、ちょこっとあっちも分かります。こういう感じですね、中としては。はい、見ていただいて、じゃあ中の婦人会、はい、こちらの中婦人会の方々が活躍されているということで、皆さん失礼します。あ、もうはいそうなんですね。どうも、どうもいっぱい売り切れ。あ、すごい。あ、こちらありますね。あ、ごめんなさい。あ、こうやって本当に皆さんが一体となって。あ、シアスケーですね、これが。定番の。あ、働いてる。こちらシアスコがあるって感じで。そうです、はい、感じでやってます。ボルシ。はい。ボルシ。ボルシ。あちらですね、シアスケロ。シアスケロ。あそこに美味しいシアスコがありますね。ボルシ。なんだこの。はい、まあ、こんな感じということで、まあ、ぜひ関連の動画もですね見ていただきたいですね。僕は美味しいうどんレポートしてる動画もありますんでね。ありがとうございます。はい、ということで以上第一アリアンスのうどん会の様子でした。本当に、まあ、北澤先生が最後のうどん会ということなんで、まあ、この動画はもう北澤さんの思い出を残すためっていうか。ありがとうございます。見てくれた人ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで VTOBRIGADO、チャオチャオ。